根元が上がるので、こういう場合が一番危ないのは根元開けないで塗っちゃうと、多分もう、今のトーンが根元が、はい、チューブ TV、 はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイマカシのことです。はい、今日はどうしたいですか？今日は髪の毛を明るく染めたい。なんかこう、今日こんな感じっていうものをお持ちになったものがありますか？あれば、もしあれば見させていただきたいんですが、はい、の、はい、この、この色とか、今見た感じはミルクティー系の色です。何個ありますか？これ見えますかね？ブリーチしてちょっと薄いアッシュ系のっけたぐらいの感じで、ちょっとオレンジ目が残ってる感じの、あれ多分ブリーチですね。それ、ブリーチはしたくないですね。ブリーチはできれば。わかりました。ということは、ワンプロセスの、ワンプロセスっていうのはブリーチなしで1回のカラーでやっていくっていうカラーなんで、ブリーチよりはダメージ少ないですね。まあ1回のカラーで明るくできる色っていうのは本当限られてて、あ、そうだ、黒染めじゃなくて暗くしてるんだよね、はい、そうだ、暗くし、この辺から暗くしてるんだ。暗くしてるから、それもちょっとどう出てくるかっていうのをやってみないとわからないで、そこで、うちでやってるのがソーダカラーっていうのをやってます。で、ソーダカラーって何なのかっていうと、ワンプロセスで、まあ、ブリーチまではいかないんですけど、本来はブリーチしてカラーっていうことなんで、まあ、通常だと2倍のお金がかかっちゃうとかですね。ブリーチ代、カラー代、そして時間も2倍の時間がかかるんですが、うちのソーダカラーっていうのが新しくある、最新のソーダカラーでしたら1回のカラーでできるんで、料金もそんなに高くなくできるっていうのがあって、時間も通常のカラーくらいのお時間でできるっていうのがソーダカラーになります。あと何かやりたいのありますか？カラー以外で、まあ、大丈夫。ちょっと毛先、毛先を、はい、前髪を決めたいです。前髪を決めた、あ、わかりました、うん、はい、じゃあそこは相談してやっていきたいと思います、はい、そんなに長さ切らないんですか？はい、長さは了解です。やります。それ前髪なんで伸びてんの？長さ。なんかこういう風にしてほしいって言っても、はい、もう疲れすぎて、はい、なんかバサバサになって、はい、もうシースルーどころじゃなくなったりしたんで。ああ、そう。僕結構勝手に今日何も聞かないで切っちゃったけど大丈夫ですか？大丈夫です。合ってます。めっちゃ本当ですか？一番ブリーチ使わないで一番明るくできるのをやったことある、はい、その時結構いったの、ちょっと明るくなったこと、そうでもなかった、そんなに思ったより明るくなかった。モデルさんがメラニン色素が非常に多い方なので、多分リフトはかなり難しいかなというふうに思います。それで、ソーダカラーで、ちょっと試すというか、どこまでできるのかっていう部分で、ちょっとやってみたいと思います。ソーダカラー放置20分ぐらいで今考えてます。それでどこまでいくかっていうのが、2プロセス使わなくても1プロセスでできるっていうカラーをちょっとやってみます。バックから塗っていきます。ソーダカラーのレシピはちょっと教えることできないんですけれども、こちら失礼します。ちょっとください。根元がもうちょっと、根元が明るくて中間暗くてっていう、これ多分カラー剤のペイントが溜まってるんで、その部分に関してそこからまず落としていかないとなんで、まあ、そういうのも落としながらできるのがソーダカラーなので、ちょっとやっていきます。まず根元は3センチ以上開けた方が良さそうなんで、まず3センチ開けて、このぐらい開けて、フォームアップさせて塗っていきます。このように、根元を開けた状態でフォームアップします。このぐらい開けた方がいいですね、多分。じゃないと多分ダメそうなんで、ちょっと根元は様子見ながら行った方がいいですね。はい、バックはこのように手早く塗っていきます。まず1回全部つけるっていうような感じで、やってます。もうすでに根元若干してるんで、そこはもうなるべく攻めない方が絶対いいんで、
表面は、かなり染料が毛髪内部で溜まってる状態なので、ここもちょっと脱線しながらというか、脱線色抜けるか分かんないですけどね、ちょっとやってみながら。こういう場合はもうあんまり色はシンプル使った方がいいので、カラーの色はあんまりいろいろやっちゃうと結構逆に暗くなってしまう可能性もあるんで、結構シンプルな色を使ってあんまり混ぜないで単色でいっちゃった方が僕はいいかなと思います。ちょっと根元がラインが出ないようにちょっとこういう風にぼかしながらやっていった方が綺麗になりますね。はい、今度逆サイドをやります。多分ブリーチをしてカラーをするとしたらでカットしたら結構やっぱり時間3時間ぐらい下手したらかかっちゃったりするんで、まあこのソーダカラーを使えば時間もちょっと短縮できます。でカラーは赤みを消そうかと思ったんですけど、モデルさんの肌の色に結構グリーン系が合わなそうなのでやめてバイオレット系で染めてます。とりあえず一回これで、時間を置いてからまたちょっと調節して押す。そしてとりあえずこれで一回置きます。ちょっと今拭きますかね。今ちょっと時間放置して、見てみたんですが、かなりやっぱりメラニン色素が多いのでなかなかリフトしないですね。でもこの明るさまでは多分ワンプロセスで絶対いけないぐらいの明るさの透明感は出せてるんで、もうちょっと置けばいけるかなと思います。で根元の方にこれからちょっと伸ばしていって、あと10分ぐらいちょっと置いて流そうかなと思うんですが、まあでもそれなりに根元が上がってるんで、まずまずの仕上がりではないかなと思います。オレンジ味が結構出ますね。ねえ、あ、ごめんなさい、結構出ますね。そこが。一応少しそういう色を抑えながら紫を使ってるんですけど、根元の方はこのコームで塗っていくんですが、このコームがですね結構ちょうどよく使えて、こちらリングコームにもなってるので、この幅がかなり均等、この均等じゃないな。この幅が非常に使いやすいです。通常のリングコームだと薬剤が乗らないので取っちゃうので、これがちょうどいいんですけど、あまり売ってないんですよね。イタチ用コームって言ってもいいぐらいの感じで僕は使ってるんですけど、もし欲しい人がいたらちょっと言ってください。根元が上がるので多分毛先はやっぱりこの染料が残ってる感じだと分かりましたので、それはシャンプー台の方でちょっと取っていきたいなと思います。根元は普通に上がるので、これは残ってる染料の色ですね。こういう場合が一番危ないのは根元開けないで塗っちゃうと多分もう終了って感じだったと思うので、皆さん気をつけてください。あとハケで塗ったりしてても、結構ラインが出ちゃうんで、かなり危ないですね。今のトーンが根元が11ぐらいで毛先が6っていうようなバランスが非常に悪い状態です。なので、根元が11から12ぐらい今なってるんで、完全に根元が、明るい感じで、ただまあ根元は綺麗につなげてるので毛先が上がれば全然大丈夫なので、毛先はこれ以上時間を置いても多分上がってこないんで、あとはシャンプー台で脱線処理して、ブリッジ使わない脱線処理をしていきます。でそれでトーン毛先を上げちゃって終了っていう感じですね。皆さんは根元が、12トーン毛先が6トーンだった場合ここからどうするでしょうか。ブリッジを使わないでやるパターンだと皆さんどういうふうにするでしょうか。どうでしょうか。独り言みたいですね。ですか。大丈夫です。はい、今カラーをソーダカラーを終わって、
終わった状態です。で毛先の方がやっぱり染料が、やっぱり暗い色で染めてたのが残ってて、ベース自体はトーンアップはしてるんですけど、若干かなりいい状態になってますけど、さっきの6から比べると全然明るくなってるんで、まあ、普通には繋がってるんですけど、まあ、強いて言えば若干毛先が、1トーンぐらい暗いかなって感じがします。で、この1トーンをじゃあどうやって明るくするのかっていうなんですけど、毛先の透明感はもうそのシャンプー台の処理でもできてるんですが、さらにやる方法はいつもちょっと言ってるやつなんですけど、はい、今日の撮影終わりました。以前染めた、まあ、黒染めみたいなものがちょっと残ってて、まあ、だいぶ取るのが苦戦したんですが、まあ、それなりにちょっと取れて、トーンも、ワンプロセスの通常カラーでは明るくできないところまで明るくできたかなと思います。もともとモデルさんが染まりづらいんですよね。メラニン色素がすごく強くて、ちょっと難しい感じではあったんですけど、まあ、結構、まあ、2プロセスでやるぐらいの今日も出せたんじゃないかなと思います。で、まあ、ソーダカラーも1回、2回、3回って続けていくと、ブリーチしなくても、まあ、同様に明るくなっていくので、まあ、皆さんよかったら、はい、であと毛量がちょっとね、今回はテイクセニングもしくはテイクフラッティングっていうのを使ったんですが、まあ、ちょっと重くなっちゃうので、ストーンってこうシュッとなるようにできるような作り方をちょっと今回やってみました。はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。1000動画ぐらい入ってるんで、皆さん過去の動画も見ていただければ面白いかな、いろいろなんか気づきがあるかなと思います。今日最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ。